なたは？指揮官さんのところに連れて行ってくれるの？へえ、あなたが指揮官さん？いいね、探す手間が省けたし。私はリュッツォ、鉄血所属の巡洋戦艦だよ。挨拶が済んだしこの辺で。おはよう。この椅子座り心地がいいね。もうちょっとくつろがせてもらっていい？用がないなら呼ばないでよ。まあいいや、気が変わった。用がないならおしゃべりしてよ。執務室で寝ちゃダメ？どうして？仕事の邪魔になる。それっていけないこと？あ、今持ってる書類を見せてよ。よくわからない表と数字だけね。ほら、返すよ。執務室に私の姿が見当たらなかったら、多分どっかに行っちゃってるかもよ。でも、すぐ帰ってくる。多分。この子を抱いてみたい？いいよ。はい。ちょっとだけだからね。思ってたより大胆じゃない。面白いね。眠くないよ、あくびしただけ。任務？めんどそう。どうせ指揮官一人でも平気でしょ。任務が終わったよ。なんでこっちを見てるの？任務をこなしたのは私ではなく、あなたでしょ？はい、メール。ついでに取ってきたから、お礼はいいよ。戻ってきた。指揮官さんがいないとちょっと退屈だよね。つまんない。本当につまんないよね、ここ。今日もやる気が出ないね。指揮官さん、やる気が出ない時はさ、どうやったら最後まで頑張れるの？委託組の子たちが戻ってきたよ。出迎えに行かなくていいの？ん？強くなった？何にも起きなかったようだけど。はあ、めんどくさい仕事を押し付けられちゃったじゃない。戦闘は終わった。ああ、負けちゃった。やだな、もう帰るよ。適当に頑張るか。痛くも痒くもないし。